こんにちは。柏隆一の今日のインテリエンスは読み出していただきます。今日は仲高い、えー、キが中国を宿敵呼ばわりと、まあ、関係悪化の理由を明らかにと、こういう点についてお話ししようと、う思います。まあね、基本的に北朝鮮といえば核開発やね、ミサイル開発にはすごく熱心なんですよね。最近では偵察衛星でも打ち上げるんだと、そういうことを言ってますよね。まあ、できたのかどうかは知りませんけど、まあ、北朝鮮のね、核がどちらを向いてるのか、 それがね、やっぱりちょっと今後の鍵になるかなと、そう思って今回の動画を作りました。まず最初からいきますね。えーと、まず北,北朝鮮が実験に成功したと、こういう話からです。これはロイターからですね。えー、北朝鮮が18日、金正恩の指揮のもと、えー、超大型弾道を装着した新型戦術弾道ミサイルと改良型人工ミサイルの発射実験を行ったと、えー、朝鮮中央通信が伝えたと。えー、キ,キム・は、 外国勢力が北朝鮮の安全保障に重大な脅威をもたらしているため、死者によって兵器の性能,の性能向上を図る必要があると発言したと。日韓の防衛当局は18日、北朝鮮が同日に短距離弾道ミサイルを複数発射したと報告しており、朝鮮中央通信の報道内容はこれを指しているとみられると。 金正恩は核戦力を引き,引き続き強化し通常兵器の分野で最強の軍事技術力と圧倒的な攻撃力を持つ必要があると強調した朝鮮中央通信によると18日に死者したのは新型戦術弾道ミサイル「火星砲11打4.5」であり 北朝鮮がこれまで開発した一連の短距離弾道ミサイルの一つであることを示唆した開発したミサイルの一部はロシアに輸出していると考えられるまあロシア向けなんですなで死者者ミサイルは4.5トンの、えー、超大型通常弾道を装着したというと、えー、朝鮮中央通信は7月にも同型ミサイルの発射実験を報じていた、えー、この発射は部分的には成功したと見られていると 国営メディアは19日丘陵地帯の標的に、えー、命中した飛翔体の写真を公開した韓国軍は19日北朝鮮北東部の山岳地帯に弾道ミサイル2発が着弾したと発表したソウルの、えー、韓国国防分析研究所で北朝鮮軍の研究責任者を務めるシン・スンギ氏はこのような内陸部の標的を狙ったミサイル発射実験は前例がないここなんですよ。 内,内,陸部ね、内陸部の標的を狙ったミサイルの発射実験は前例がないここがねちょっと大きなポイントなんですね。またこのミサイルはまだ開発中だがさらなる試射により性能と信頼性が保証されれば、えー、ロシアはすぐにでも欲しがる可能性があるとし北朝鮮はその時間をできるだけ短縮し,し,したいのだろうと語った朝鮮中央通信は戦闘用に改良した戦略巡航ミサイルの実験を行った。 とと述べるとした北朝鮮は今年の夏に行われた大規模訓練を含む米韓両国による軍事演習が朝鮮半島における戦争の準備だと批判しているとだからまあ北朝鮮としてはねアメリカと韓国を非難するこれはすごくよく分かる話じゃないですか。でもこうなんですよ地上に向けたねミサイル発射実験が今回初めて。 だから、あのあれなんですよ見方によよってはこう見えるんですよねロシアとの関係が密になってますからロシア向けの兵器開発とこう見えないこともないでもやっぱり改めて、ね、内陸軍に対して打ってこれはちょっとあた大きな質的な変化かなとう思うんですねだって普通だったらこ海の方向に向かって飛ばしてたじゃないですかね。なんんかかかおかしいんですよねだから今回は まあ、であと、今日の本題が中朝関係の悪かなんですよ、これがちょっとびっくりでね,ちょっといきますね、北朝鮮の金正恩が昨年9月にロシアを訪問し、ロシアのプーチン大統領が今年の6月に平壌、えー、を訪問して、金正恩と会談して以来、北朝鮮とロシアとの関係は総合,、えっと、総合戦略パートナーシップに格上げされたと、軍事技術と、えっと、武器貿易における協力が、えー、強化された。 しかし中国共産党はロシアと北朝鮮の関係強化を快く思っていない事情に詳しい関係者によると金正恩は最近中国を宿敵と呼び宿敵ですよ中国は宿敵と言い出したんですよね大丈夫かお前って感じですよね、えー、中国当局への不満を表明していると韓国メディア中央日報の独占報道によると北朝鮮と中国の外交関係は 最近急速に悪化しているようだと北朝,北朝鮮に詳しい複数の消息筋が19日にに明らかにした彼は北朝鮮労働者の送還や密,貿易の、えー、密輸貿易の禁止強化に不満を抱いており部下と話す際には中国を「宿敵」と呼んだとだから金正恩が「中国は宿敵だから」と言い出したとこういうことなんですね。 中国が人民解放軍創設九十七周年を祝った時でさえ。北朝鮮は七月三十一日に北京の人民大会堂で行われた。祝典に出席するために、海外駐在武官を派遣しなかった。普通は派遣しますよね。なんでやと。韓国を含む世界各国が中国に駐在する武官を派遣した。他の関係筋は、北朝鮮はまた、海外駐在員に対し。 各国の中国大使館が主催する行事に参加しないように求めているとも付け加えたよいよ中国と韓国の間がものすごく仲が悪くなっているんですね実際北朝鮮の内部事情に詳しい複数の消息筋が7月30日付の中央日報で明らかにしたところによると金正恩第一書記は少し前、えー、在中国北朝鮮大使館の職員に対し中国の 顔色を伺う必要はないと直接指示していたというと、もう中国の顔なんか見んでいいからなとあいつらに子なんか聞いせんでいいとそういうこと金正恩が言い出したこういうことなんですね北朝鮮の領域については中国人の理由なき外出制限や北朝鮮住民の中国人宅への出入りを制限するなど中国人に対する統制を強化していると 金正恩がど,どのような場面でこのような事件の後に中国を宿敵と呼んだのかは特定できないが9月13日付の中央日報は中,長長中関係が激変しした理由を詳細に分析している6月にプーチンが平壌を訪問して以来北朝鮮の中央テレビは中国の映画やドラマの放送の割合を大幅に減らしただけでなく旧ソ連のロシア映画の本数を増やし ここ数か月は、えー国,えー、国内の住民や軍関係者による中国の映画やドラマの視聴を厳しく制限していると、まあ、ドラマとかテレビも見たいかんこういうことなんですねまた多くの情報通じによると中国は公安税関、えーまあ、会計ですね海上警察を通じて数億元に相当するあらゆる種類の贅沢品や麻薬を含む北朝鮮の密輸品を厳しく禁止し押収しており 中国公安当局によって中キューバ鉄道機関の車両までもが押収され最終的に中国の裁判所の差し押さえリストに載ったことが確認されているだからキューバとの貿易もね全部ストップしているとこういうことなんですねさらに中国はガス銃を使って北朝鮮の船舶を出入り禁止し北朝鮮が密貿易に使うスピードボートまで押収したと。 北朝鮮がヨーロッパから中国を経由して密輸した品物の中にはには金正恩自身が使用するものも含まれており、えー、北朝鮮が中国に返還を求めても中国は拒否したというとますます関係は悪化してますね、えー、情報筋によると中国が北朝鮮の密輸貿易を禁止したところで、えー、北朝鮮の軍事偵察衛星の、えーえー、っと予備部品や軍需品などの生産に影響が及び 平壌、えー、当局はこれらの予備部品の発送に困難を,困難をきたしついに北朝鮮は今年の軍事偵察衛星の打ち上げ計画の縮小を決定せざるを得なくなったと,というと韓国の元国家情報院次官で、えー、っと政策研究員のハン・ギボム上級研究員はが明らかにしたところによると金正恩は2015年の初め実はかなり前に 米国と日本は100年以来の敵であり中国は5000年来の敵だ。すごいですね。もう中国が最大の敵国なんですね。中国がなくても我々は生き残ることができる。だから中国になれば譲歩する必要はない。言いましたね。中国は5000年の敵ですがだから中国には譲歩する必要はないんだと。で、北朝,朝鮮戦争は何だったんやと。中国の義勇兵は何だったんだと。こう言ってあげたくなりますね。 えー、父親の金正恩ョン,ョンだったら朝鮮,朝鮮ロシアの関係だけでなく朝鮮中国の関係にも最新の、ね、注意を払ったでしょうでもこの北朝鮮金正恩の代に入ってからねこういう感じで中国との関係がすごく悪化してるんですよね、まあ、ち北朝鮮国内にね中国の心配がすごく入り込んでたっていうそういう事情があるんですがでもそういうの全部パージしてねすごく関係が悪くなってるんだで最近だったら超「朝、ね、敵」とねもう本当にあの 何やったっけなんか朝敵とかそうそうそう宿敵ですね宿敵と呼んでいるとこれはどうなんでしょうかこのまま中国が何をと言い出したら、えー、北朝鮮と中国の間で戦争が始まるとそういう可能性はすごく高いとこう言えるんじゃないでしょうかあんまりねだからあのだから本当にねかなりやばい朝鮮半島がやばい状況だとだから単にねあの北朝鮮と。 韓国が戦うだけじゃなくて、北朝鮮と中国が戦闘にいついついつ転嫁してもおかしくない条件に入ってるんだ。そういうことですね。まあ、これは予想通りなんですけど、まあ、北朝まあち中国がね北朝鮮に侵略したらこれは笑いが止まらないな。だからこういうことが考えられるんですよね。北朝鮮が韓国に対して攻進したと。そしたらその裏からね中国が入り込んでくる。そういう可能性もやっぱり高くあるんじゃないかな。 朝鮮半島はすごく荒れるんじゃないかなと。まあこのニュースから見るだけでやはりやばいんじゃないのかなと。そういうことが言えるかと。こう思います。まあ今日はこのぐらいで。よろしかったら有名な傍聴。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあの、えー、サンクスね。サンクスあったらできるだけお願いします。そしてあのねメンバーシップ最近始めましたのでそちらの方もできれば、えー、とご,ご参加ください。よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで失礼しますね。失礼します。